に参加できます。北海道新聞ブースでは毎月25日発売コンサドーレ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 表現したらいいかなと思いまして、はい、皆様も今日とびきりの笑顔と拍手ぜひねこちらで応援していただけたらと思います。このリーグ全体の現実と我々が向き合う方向、それをここにいる監督以下スタッフ選手皆さんと共有するところから始めていきたいと思い、このお話をさせていただきました。そんなことを意識し、昨年初めてクラブのチーム強化への皆さんへの支援ということでクラウドファンディングをスタートさせていただきました。おかげさまで目標額の半分を超える大きな支援をいただき、日々皆様方のいただいているエネルギーを感じています。今日より新しい返礼品等々もスタートします。残り23日、この1月末までの期限の中で今お話しした内容も含めて、より一層の今皆さんの目の前のビジョンにある共に勝利を分かち合おう、
ファイトトゥギャザー、ウィントゥギャザーということをシーズン北海道コンサドーレ札幌選手スタッフの皆さんはご登壇ください。この姿で戦います。皆様大きな拍手をお願いいたします。大谷選手場所合ってますよいや素晴らしいですね。やっぱりね、本当に。さあ2023シーズンを戦う新ユニフォームについて、相澤洋介クリエイティブディレクターによるデザインコンセプトの説明とプロモーションムービーをご覧いただきます。この中、雪をイメージしたグラデーションっぽい感じのユニフォームがすごい、まあ、好きだなと思ったので、やっぱ北海道感、北海道といえば僕は雪のイメージがあったんで、まあ、そこはそのイメージをユニフォームに取り入れてるので、僕はすごいいいなと思いました。すいません、笑いなしで。おかえりなさい。おかえりなさい。改めてコンサドーレのユニフォームを着て戦うことになった今の気持ちを聞かせてください。最高です今のこの最高ですだけの言葉に全てが詰まってる感じがしましたけれどもね、ちょっと個人的に今年頑張りたいことなんていうのも教えてもらってもいいですか。まあ、ピーチの上で行動で見せたいと思ってます。活躍期待しております。ありがとうございます。2023シーズンも共に歩みを進めてくださるオフィシャルトップパートナーを各社様のコメントとともにご紹介いたします。石屋製菓株式会社代表取締役社長石水はじめさん、得点を上げたいと思うので、そして、まあ、皆様と一緒に戦っていきたいと思うので、僕のそのゴールする姿を見てほしいなと思ってます。楽しみにしましょう。期待しましょう。皆さん今方素敵なね、沖縄キャンプ、熊本キャンプと、精一杯頑張ってきます。僕が小さい頃、札幌ドームとか厚別って本当満席だったんで、まあその景色を今年皆さんが見せてくれると思うので、熱い熱い声援、北海道を一緒に盛り上げていきましょう。今日はありがとうございました。今シーズンもよろしくお願いします。ゴン選手、田中選手、松原選手、西野選手でした。ありがとうございました。もうここからは荒野選手ご自由にどうぞ。そんな感じですか。はい、正直僕あの台本何も見てないんで流れが分かってないっていう。本当ですか、はい、ので言ってたじゃん、ちゃんと言ってくれるって。じゃあ行きます。はい、やってまいりました。まあ、去年ねいっぱい仕事したって、もう仕事人って書いてますから、それを一人ずつちょっと聞いていきたいと思います。じゃあまず青木選手、
去年仕事したなっていう感覚正直ありますか？正直に。てか俺本当俺最初でした台本。いやそうよ、もう青木のあから来た。ああそういうことね。そうよし。青木のあ54で来るから。54で来るよ。次俺だね。あ次来るよ。俺さ。りょうた。仕事したな。うん、いやそんなめっちゃじゃない。正直あるでしょ。いやでもその場面場面すぎるからそんななんか常にしたわけじゃないんで。はい、たまたま僕だっただけだと思います。かっこいい。いやめて、変な MC 謙虚だな。待っていいですか？え？変な MC ですね、待って待って。慣れてないんだよ。じゃあ去年の自分の中でこれは良かったなっていうシーン、記憶があるんだったら最後ビシッと言ってやってくれ。いやまあでもやっぱ記憶に残るのはやっぱセレスト戦なんですけど。あ、書いてます。はい。記憶にはまあ、その時の気持ちを。気持ちを？うん、セレスト戦、清水戦の劇的な時の気持ちを教えてくださいって。いやめちゃくちゃやっぱ気持ちよかったですし、まあでも僕的には結構なんかシュートだけで見たらなんか柏戦とかの方が結構。あのヘディングね。ヘディングじゃないね、それ。あっちそれ俺ですね、多分。まだ俺じゃない。もうちょっと、はい、我慢してもらって。いやまあでもあのすごいいい雰囲気になったのは、はい、確かだったんで、盛り上がってもらえたんで良かったです、会場が。はい、今年もお願いします。はい。が5200万円ほどで、目標の1億円まではまだまだです。え、でもありがとうございます、大学本に書いてました。え、今日から今シーズンの選手たちのミニアクリルスタンドやオリジナルマグカップなどが新たに追加となりました。ミニアクリルスタンドは6センチの小さなサイズなので、ぜひたくさん揃えてみてください。1月31日まで実施しているので、クラブの強化のためのご支援をよろしくお願いします。あれですね、アクリルスタンド真ん中俺ですね。違う違う。あ、寿司です。やば。マジマジね、マジで、マジで今マジで。あ、あれだから俺ですねじゃない。マジのやつ、お前マジで。オッケー、やばマジで。はい、なんで皆さん、皆さんでコンサドーレ一緒に作っていきましょう。はい、ありがとうございます。ありがとう。皆さん、今年は皆さんが期待しているような、順位だったりサッカーをしたいと思いますので、ぜひ一緒に戦いましょう。僕たちを見るためにドームに来てください。寒いんで気をつけて帰ってください。風邪ひかないように。しっかり締まりました。ということで、ルーカス選手、通訳はウリゼスさん、青木選手、小柏選手、中島選手、荒野選手でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ディフェンダー背番号6、中村東也選手。さあ皆様、かっこよく決めた選手にご注目ください。2023シーズンオフィシャルスーツは株式会社オンワードパーソナルスタイル様にサポートいただきます。2023シーズンコンサドーレスーツコンセプトのご紹介をいたします。クラシックスーツは世界中どこに行っても恥ずかしくない英国の伝統的フォルムをベースにしたニュースタンダードモデルです。ジャケットは今回力強い印象を与えるピークドラベル2つボタンデザインを採用。パンツの裾口はスリムながら腰回りにゆとりを持たせたワンプリーツに、襟なしのベストを合わせたクラシカルな3ピーススーツです。素材はクラシカルなイメージのピンヘッド、すごい決まっております。かっこいいですね。かっこいいですよね。岡村選手いかがですか？そうですね、これ見えないと思うんですけど、このボタンのところとかにコンサドーレっていう刻印が入ってたりとか、あのネクタイも赤黒で、コンサドーレのスーツって分かりやすいので、それはすごくかっこよくていいなっていうふうに思いました。本当に一目で見てっていう感じでしたし、今ボタンをねアップで映してもらった時、上のモニターにねしっかり映っていたので、皆さんも今ねしっかり見ていただけたかと思います。そして中村選手、こちらはいかがでしょう？これセットアップで多分夏用になると思うんですけど、結構ストレッチで伸びるんで、すごい着やすいです。ここまでも着やすかったですか？すごい着やすかったです。なんかクリアさんが言いたいことがあるそうですよ。いやいや、そんな滅相もない。いや、あの同じ
ブランドのセットアップなんですけど、はい、多分これ着てハーフマラソンぐらいだったら多分普通に走れると思います。で、その後洗濯機で洗えるんで、はい、非常に重宝してます。それは嬉しいですね。すいません、同じようなアイテムでも着る人間が違うともうこんなになって本当に大変すいません。よろしくお願いします。そしてミッドフィルダー背番号9金戸拓郎選手。お二人どうぞよろしくお願いします。先ほどは荒野選手がね、見事なというか MC を、ね、してくれましたけれども、ご覧になっていていかがでしたか、小前選手。すみません、全く見てなかったです。あららら、すみません正直金子選手は僕も全く見てなかったです。あららららららら、新加入選手の紹介ですけれども、もう結構話をされたりだとか数時間というのはどうですか。喋りました。今裏でも一緒にいてたんで。あ、そうなんですか。はい、そこで一緒に喋ってました。金子選手も軽く喋ったんで、もっと喋ればな、喋れればなっていうふうに思ってます。了解です。それではね、早速、お呼びしたいと思います。はい、お待たせしました。今シーズンから新たに共に戦う選手の登場です。まずはディフェンダー背番号3、馬場誠也選手。背番号18、浅野雄也選手。フォワード背番号23、大森慎吾選手。フォワード背番号90、失礼しました、ミッドフィルダー背番号99、小林勇輝選手。という感じですね。まずはですね、ファンサポーターの皆様に自己紹介をお願いしたいと思います。馬場選手からお願いいたします。東京ベリーから移籍してきました馬場誠也です。よろしくお願いします。お願いします。浅野選手お願いします。サンフレッチェ広島から移籍してきました浅野雄也です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。大森選手お願いします。順天堂大学から加入しました大森慎吾です。よろしくお願いします。お願いします。小林選手お願いします。コンサドーレ札幌の小林幸です。いろいろ悪いイメージがあると思うので、それを今から払拭したいと思います。よろしくお願いします。ということで皆様ご着席いただきまして、ここからはですね、小林選手と金子選手にしてみようか。バッチリでしょう、もう。ありがとうございます。すごい綺麗にまとめてもらいます。バッチリです。あ、ありがとうございました。はい。それでは皆様ご起立いただきまして、ありがとうございます。このお時間は馬場選手、浅野選手、大森選手、小林選手、そして小前選手と金子選手でした。ありがとうございました。と一緒に記念写真を撮影させていただきたいと思いますので、ぜひご協力をお願い。向かって右側のスタンドより撮影をさせていただきます。皆様ご起立をお願いいたします。ご協力ありがとうございます。それでは少し準備が整うまで私の方で確認をさせていただきますね。それではお待たせいたしました。皆様しっかりカメラの方を向いてください。それでは撮影。